はい、こんにちは。えっ、ー、と、ちょっと一つ宣伝させてください。えっ、ー、と、初めてラジオ番組にゲストで呼ばれて出演しています。まあ、超ローカル局の八王子 FM っていうところなんですけども、えっ、ー、と、インターネットで全世界で聴ける、同時放送してるんで聴けるんで、まあ、よろしければ聞いてください。えっ、ー、と、タマピーの聞いてください、エンスっていう一時間番組で、えっ、ー、と、まあ、皆さんが今朝見てるとは限りませんが、えっ、ー、と、今日、4月19日の夜7時からが第1回で、で、その再放送が、 来週。で、第2回が5月3日で、そのまた来週に、翌週に再放送っていう感じで、まあこれだけやってるんで、まあぜひ、インターネット、もしくは八王子近辺の人は、ラジオで聞いてくださいと。じゃあえは、慶応の類題の問題の紹介なんですけども、えっ、ー、と、まあ、積分の問題ですけども、なんか見た目ごちそうだけど、よく見ればあんまり大したことない問題で、まあまずはとりあえずこの中身の積 非積分関数っていうのかなの中のこの t の式をまずははっきりさせる必要があるんで、えっ、ー、と、ま、絶対値ついてるんで、まあ、当然、場合分けが必要ですが、まあ、これ簡単でしょうね。単に両方とも絶対値 t なんで、t が正か負かなんで t が正の場合、ま、あ一応0も含めていきますか。そしたらもうこれ単にこれ絶対値取っちゃえばいいだけなんで、ま、あじゃあこの t の関数を g かっこ t とでも置くと、それは、 えっと、単にこれが取れるだけだから t か t、2t、括弧 2t-1 と。もうそれだけの話ですと。まあ単なる二次関数ですで、じゃあ t が負だったら、それは符号反対なんで、これマイナス t になるから0。そしたらもうこの時点でここで0ですゼ0かけてるまあこっちも0です。あ、こっちはマイナス1か。まあとりあえず0かけてるロで0ですと。ってことは g 括弧 t は、t が負だったら0ですと。そうすると、この g 括弧 t っていう関数は、 0以上だったら二次関数で、0以下だったらさらに y イコール0っていうもう単なる y 軸、あれじゃない、x 軸か。単なる x 軸ですと。で、ここから先は、えっと、0と2分の1。で、交わる二次関数なんで、こんな。まあ、あこっちは点点点、なしと。これ単なる二次関数ですと。t は。で、それを、その t の二次関数を、え x 引く1から x まで積分してね。まあ、それも3倍しよう。x 引く1から x で積分してね。っていうんで、幅1ですね幅1。幅1がこう、マイナス無限の方からこう寄ってくると。そうするとも負の間は、この先最初の前の x。で、こっちに x 引く1があって、x はこの負の間は、それはもうどんなに積分しちゃって、0ですよねと。 なんで、X が負の間は、それはもう GF かっこ X。この関数をいくら幅1で積分しても、それはもう0です。で、X がここに0を超えた瞬間、例えばこの辺に X があると。で、まあこの辺に X-1 があると。そしたら、この間はもういくら積分しても0であるけど、この間は、 積分すら、それはなんか数字が出、値が出ますねと。で、積分っていうのは、面積を出すことができるんだって、面積が出るわけじゃないんですよね。要するに今、例えばこっからここまで積分したら、この部分の面積を出すことができるけど、単にこの関数を0からここまで積分したら、値はマイナスになっちゃいます。X 字距離下なんで。で、面積を出せだったら、 マイナスが出ちゃうんで、符号を反対にしなきゃいけませんし、例えば積分でも、こっからここまで積分したら、ここの面積とこの面積がもしも同じだったら、こっからここまで一遍に積分しちゃうと、それはゼロになっちゃいます。で、面積を出せだったら、こっからここまで積分したやつの面積は、負、まあ、になって、それ符号を反対にして、で、まあもしもこれとこれ同じだったら、それ倍にしなきゃいけないと。いうふうに、 こんなような状態だったら、面積を出すんだったら、こっからここまでの積分と、こっからここまでの積分で、こっちはマイナスになるからってことをしなきゃいけないんですけども、これは別に面積出せたら言ってません。面積出せたら言ってなくて、単に積分すればいいですよ。だから別に、値がマイナスになろうが、こっからここまで一遍に積分してゼロになろうが、それは別に構わないですと。カッコ1番は。F カッコ X ってのは単にこの関数をこの区間で積分してくれだから、値がマイナスになろうが、ゼロになろうが、そんな一個に構わないと。ってことは、 えっと、X が、別に、えっと、ここが二分の一だから、例えば、幅1だから、ま、これぐらいまでるのか。X、く1っていう、こういうような状態の時でも、別に、それは単に積分しちゃえばいいですよ、と。値は、まあ、こっちの方が高ければプラスちょっとだけど、別にこの面積が出るわけじゃないけども、単にここからここまで積分しちゃえばいいですよってだけなんで、じゃあ、場合分けとしては、X が、0、まあ、どっちかに0含めるから、まあ、ま、ちょ、こっち入れちゃって。 x が0よりでかくなったら、そしたら、えっと、1を超え、一を超えると、1を超えると積分区間がここからここまでとかになっちゃうけども、1を超えない限りは、一を超えない限りは積分区間は、えっと、x 引く1から0までと、0から x までで、この区間は0なんで、この部分だけ求めればいいと。ってことは、1。まあ、これも1コールは、次に入れればいい。 そしたら f カッコ x は、ま、あ3がついてる。3は多分数をよくするための3でしょうと。インテグラル x, x 引く1じゃなくて x 0ですね x。x 引 x から0まで,で。で、x 引く1から0までは0なんで、ま、入れる必要ないと。この区間は入れる必要ないと。の g カッコ t dt と。じゃあこれは3で、x 0で、g カッコ t っていうのは うんとこれでこれは、えっと、バラしておいた方がいいのかな特に公式にないから4 t 二乗マイナス 2t の dt とじゃこれは計算してえっと、3と3分の4 t 三乗マイナス t 二乗の x ゼロなんで他に x 入れてで3かけるから4 x x3 乗マイナスで、x が1を超えたら、そしたらもう単に、もう x-1 から x 積分してくださいと。この関数を x-1 から x まで積分してないと。別に面積出すわけじゃないから何度も言いますけど、別に場合は消す必要はないと。じゃあ x が、ここじゃない x が1を超えた、1以上だったら、 f 括弧 x は3倍のインテグラルの xx-1 のえっと 4t 次乗マイナス 2t の tt とでここの部分は同じでこれが x-1 になるだけなんで3の3分の 4t3 乗マイナス t 次乗の xx-1 とじゃあ,あとはこれを計算するだけなんですがえっと計算するときはまあえっと これ特に公式はないんで3括弧3分の4でこれ x3 乗マイナスこれそれぞれでやった方が因数分解できていいんで x-1 の3乗とマイナスこれこうかえっと x2 乗 マイナス括弧 x 引 X-1 の2乗と。そすとこれがえっと3で、因数分解で3分の4で、因数分解すると、x、X-X 足す1と、あとはこれの2乗を、プラス x、X 弧 x 引く1足す X-1 の2乗なんで、えっとこれはもう1になっちゃうと。そう X2 乗が3個。なんで 3X2 乗。 で一次はとマイナス x とここにマイナス 2x があるんでマイナス 3x で定数はここにプラス1があるだけとでこっちはえっとマイナス括弧で x+x-1 と x−x+1 でこれも1になるんで2 x く1となんでこれがえっと3倍して 12x 二乗でこれは消えるからマイナス 12x とこっちにマイナスここはマイナス二で三があるからマイナス 6x なんで一次はマイナス 18x であとはえっ、ー、と三が消えて四と三四と三四と三でプラス七というふうにできたと F 括弧 x イコールこれが x がゼロよりでかいとき そうすると、まとめると、えっと、ゼロ以下の時は0、ゼロ y イコゼロで、一から、ゼロから一の間は、えっと、4 x 三乗マイナス3 x 二乗で、これ、x 二乗でくくってやると、えっと、4x マイナス三ってことは0、ゼロま、あこれ、ある明らかにゼロで、極大で、 極小値も一応出す。そうすると、12x2 乗マイナス 6x なんで、6x カッコ 2x 引く、1なんで、2分の1で極小。2分の1のとき、2分の1でいればいいんで、え2分の1引く、4分の3。 なんで、4分の1、マイナス4分の1。マイナス4分の1が極小値で。で、えっ、ー、と、これなんで、4分の3を通るんで、これ4分の3。で、もうちょっと1まで。1まで行ったら、切り替わり。1まで行ったら今度はこっち。1からは今度はこっちの関数。で、こっちの関数は二次関数なんで平方関数じゃなきゃいけない。12括弧 X2 乗。 マイナス十二分の十八だからえっと二分の三二分の三 x プラス七なんでこれは十二括弧 x 引く四分の三の二乗で十六分の九かけ十二だから 4分の27、マイナス4分の27、足す7、4分の28。ってことは、4分の3の時に、頂点、4分の1。4分の1。ここは頂点の二次関数だけど、この辺、点点点点で、頂点で、1で5、1で、じゃあ1、この辺。起きて、ここで合流で、こんな感じと。いう、この、 グラフが求める。ここで1で変化していこうと。ここまでが3次関数。ここからが2次関数。というグラフになりますと。で、括弧3番は、えっ、ー、と、X 軸とで囲まれる面積だから、これだけの話ですね。これだけ。なんで、面積は、インテグラルの、えっ、ー、と、4分の3ですね。4分の3、0の、えっ、ー、と、4X x3 乗 -3x 乗と、の dx これが求める面積ということになります。で、で、さっき言ったように、これ下なんで、これだけ単になっちゃうと、えっと、面積マイナスになっちゃうから、じゃこれにマイナスくっつけとけば、えっと、求める面積になりますと。じゃあこれはまあごく普通に、と、これ、平方になってるから、まあ公式あるって言えばあるんですけど、えっと、12分の アルファ引くベータの4乗みたいな公式ありますけども、まあそれはここではそんな使う必要はないでしょう。単に相手も片方ゼロなんで。そしたらこれはマイナスで、えっと、3がこっち来るから、4がちょうど消えて、X の4乗引く3がちょうど消えるから、X の3乗。すげえ楽な数になってますね。いいんですよ、4X なの。 ってことは、えっと、4分の3の3乗括弧、4分の3-1のマイナスと。ということで、えっと、4分の3の3乗かけ、4分の1。なんで、4の4乗分の3の3乗。4の4乗は、えっと、2の8乗か256、十25六分の27と。いう、これが答えになりますと。 じゃ以上です。ありがとうございました。